お花紙で作る水仙の作り方です。花びらになるお花紙はツルツルの方を外にして半分に折ります。内側のお花紙は半分に切っておき、その上に乗せます。これを細長く半分に折ります。次にこの部分を3つに折りたいので、このくらい折って、あとは屏風折りにしていきます。それを2つに折って、真ん中のところをハサミで切ります。これをさらに折って、オレンジ色が見える部分から斜めに切り落とします。真ん中をホッチキスで留めて、オレンジ色が見える部分から開いて折り山を潰していきます。こうすると広げやすくなります。オレンジ色の紙と花びらの紙の間を広げていきます。ゆっくりと根元まで丁寧に広げてください。最後はつまんで引っ張り出すような感じでしっかりと広げます。真ん中の部分がギザギザしていますので、この先の部分をハサミで少し切ります。そしたら真ん中を開いて、鉛筆などでギュッと押さえて花びらの形を整えてください。これで花の出来上がりです。葉っぱを作りましょう。画用紙を細く切って、先を丸くしたものを鉛筆などで巻きます。これを伸ばして、こんな感じに折り癖をつけておきます。半分は反対側から鉛筆を巻いて、反対巻きに折り癖をつけておきます。これを先ほどの花にあしらって、水仙の出来上がりです。先の切り方でラッパ水仙にも普通の水仙にもなります。たくさん作って花束にしてみました。花束の画用紙の作り方の動画もありますので、どうぞご覧ください。